194号ではサインボードを組み立てワゴンに取り付けます。今回付属するパーツです。194号では193号で組み立てたクリスマスワゴンを使用します。はじめにパーツ01の接続パーツ E のオーブに接着剤を塗り、パーツ02のスチールをはめ込んで接着します。同様に残りの接続パーツ E3 個にスチール3個も接着します。次に接続パーツ E の凸部に接着剤を塗り、スチールを接着した面を上にしてパーツ03のサインボード G の裏面のオーブに差し込んで接着します。同様に残りのサインボードを組み立てましょう。次にパーツ04の接続パーツ F のオーブに接着剤を塗り、パーツ05のマグネットをはめ込んで接着します。同様に残りの接続パーツ F を組み立てます。次に接続パーツ F に接着剤を塗り、マグネットをはめた側を下にして溝穴をワゴンの天井の正面左側の凸部にはめ込んで接着します。同様に残りの接続パーツ F をそれぞれワゴンの正面中央に2箇所、ワゴン正面右側に1箇所はめ込んで接着します。次にマグネットにスチールをくっつけ、サインボード G を天井板に取り付けていきます。これで194号の組み立ては終了です。アシェット。